それでは Q先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。人前でリラックスして喋る方法は何かないものでしょうか。はい、わかりました。リラックスする方法ね、承知いたしましたよ。必ず1日1回猛烈にリラックスしてる時があります。さあ、いつでしょう。もう全員皆さん必ず、よっぽどなことがない限り。これはね、いつかっていうと、寝る時です。寝る時っていうのは、まあ、普段ね、昼間活動してる時っていうのはよく出てくる交感神経、自律神経の中で交感神経が優位になる、でこう活動的、になってる状態ですけど、寝る時っていうのはね、交感神経がこう下がってきて副交感神経が優位になってくる、それでリラックスした状態に、なってくると、アルファ波ってよく聞きません？なんかそういうことするような脳波出たり、データシータっていう風にね、落ち着いてくるっていう脳波が出てリラックスして寝るということになってます。だから興奮しながら寝ることって絶対できませんよ。ということはですね、皆さん必ず1日1回はめちゃめちゃリラックスしてるタイミングが来るということで、それが睡眠ということですね。はい、なので、そのリラックスをする方法っていうのは皆さん毎日必ずやってるってことね、寝てますでしょ。2日間とか3日間とか徹夜しない限り必ず寝てるんですよ。で、そのリラックスする方法、寝る前って必ずね、副交感神経が優位になってリラックスになりますけども、リラックスになる入り方っていうのは皆さん実はね、全部それぞれ違うわけです。例えば、ちょっと想像してみていただきたいんですけど、皆さんが寝る前に何かやってることってありません？どうでしょう。寝る前、もうとにかく無心になる、入ってすぐ寝られる方いらっしゃいますよね、のび太くんみたいな、その方はおそらくもう布団に入って無心になるっていうことを必ずやってるわけです。リラックスタイムに入る前に無心になる、その方は無心になるとリラックスできるんでしょう。あとはどうですか、寝る前に少し本を読まれるような方いらっしゃいますよね。そうするとリラックスタイムに入って睡眠に入れるという方もいらっしゃる。あとはほら、ストレッチをちょっとするとかね、ヨガマットで運動をしてから寝る、そうすると寝やすくなる、リラックスタイムに入るって方もいらっしゃるし、月部屋明かりを少し薄暗くすると、スヤッと入れるんですよっていう方もいらっしゃる、中にはあれですか、抱き枕をするとすぐ寝れちゃうんです、リラックスタイムに入れるんですっていう方もいらっしゃるんでしょうと、ね、何かしら必ず毎日寝てるということはリラックスに入る手法を皆さんは知っていて毎日やってるということなので、ちょっと冒頭の今日の説明に戻りますけれど、リラックスするにはどうしたらいいか、それは、寝る前、皆さんどんな方法でリラックスされてますっていうのをやってみるといいですね。これを緊張するときに、同じく、試してみるということをぜひお勧めしたいなと思います。例えばね、寝る前にいつも無心になったらもうすぐ寝れるんですっていう方は、無心になるとリラックスタイムに入るっていうのが、もう30歳の方だったらもう30年近くやってるわけですよ、それを。なので、喋る前にまずは無心になってみる、ね、寝る前かのように、もうそのまま寝ちまったらやばいですけどね、寝る手前ぐらいまで、無心になって、やってみる。わかります？多分無心になるとね、いやでも考えちゃうんですって、多分それはあると思うんですけど、でも毎日無心になることでリラックスタイムに入って睡眠に入ってるってことを繰り返してるってことは、必ずそのパターンが体の中に入ってる、なので一番リラックスしやすい方法ではあるということなんですよね。特にはあれじゃないですか、本を読むとリラックスできるっていう方であれば、緊張するなと分かってる時は少しだけ本を読んでみる、でリラックスタイムにいつも睡眠に入るかのように、入ってみる、ね、抱き枕持ってね、人前で喋る前抱き枕持ってたらおかしいと思うんですけど、でも、そういう方もいらっしゃるかも。よくアロマとかもありますよね。嗅覚っていうのは脳に一番近い、いきなり刺激が、入って、アルファーファが出るような嗅覚を入れると脳波が和らいでくるよっていう方もいらっしゃるね。そういう方は、それを試してみて、いずれにしろ睡眠に入る前っていうのは皆さんリラックスタイムを必ず迎えてますので、それは何かなっていうことをまず分析をしていただいて、それを緊張する前にやってみるっていうことをぜひチャレンジしてみてください。上がり症とはやっぱ睡眠の関係ってものすごい密接に関わってるんですよ。ね、今日お話ししたようにリラックスタイム、副交感神経が優位になる瞬間、これはね一番ピークを迎えるのはやっぱり睡眠をするときなので、ぜひ今後もね、上がり症と睡眠っていうテーマでお届けをしていきたいと思います。では今日はこの辺で。